昨日はこんな晩御飯でした。 Always Coca Cola ポテトは L で5ビッグマック、パーティーは4枚俺が食う。昨日はこんな晩御飯でした。薬味たっぷりカツオのたたき、めっちゃうまです。ご飯3杯食べました。95点。昨日はこんな晩御飯でした。しそささみ、軟骨うますぎる、鶏ももジューシー、ネギマ、つなぎもコリコリ、つくね、揚げ玉卵豆腐鍋、トマト、ビールが美味しいな。97点。昨日はこんな朝ご飯でした。お皿をご覧ください。ソーセージ、ローストビーフ、スクランブルエッグ、トースト、ナタデココヨーグルト、オレンジジュース、ホットコーヒー。94点。昨日はこんな晩御飯でした。お皿をご覧ください。和風ハンバーグ、ジューシー、目玉焼き、チョリソー、カラウマ、ポテサラ、枝豆。ご飯3杯食べました。92点。昨日はこんな晩御飯でした。ご覧ください。テリテリのブリテリ、ブリカマ、ジューシー、ポテサラ、かきたま汁、ナトゥー。ご飯3杯食べました。93点。昨日はこんな晩御飯でした。イカのフレッターとフライドポテト、サックサク、ジューシー、アサリとアジとタイのアラ、アクアパッツァ、青い酒、シュワシュワ、枝豆、キュウリの漬物。ご飯3杯食べました。93点。昨日はこんな晩御飯でした。ローストビーフ、牛肉やね、フライドポテト、うまみん、スパニッシュオムレツ、お味噌汁。ご飯3杯食べました。90点。昨日はこんな晩御飯でした。唐揚げをご覧ください。うまみん、ブリの刺身、かぼちゃの煮付け、わかめ、きゅうりの漬物、なめこ汁。ご飯3杯食べました。92点。昨日はこんな晩御飯でした。サンマをご覧ください。ウインナーと卵焼き、きゅうりと長芋の梅あえ、わかめ、味噌汁。ご飯3杯食べました。90点。昨日はこんな晩御飯でした。キーマカレー、うまみん、エビマヨ、エビがプリップリ、枝豆さつま揚げ、きゅうりの漬物。93点。昨日はこんな晩御飯でした。ミニすき焼き、牛肉が好きです、おいしい、サザエのつぼ焼き、納豆、お味噌汁。ご飯3杯食べました。94点。昨日はこんなおやつを食べました。東京都豊島区目白にある志村、生いちご1250円を注文。たっぷり生いちご、幸せです。インスタ予約が便利。今度は何を食べようかしら。昨日はこんな晩御飯でした。ケンタッキーカーネル生誕祭パック、クリスピー、ドラム、ウイングが一番好き。93点。昨日はこんな朝ご飯でした。トマト、アボカド、チョリソー、目玉焼き、パンパンパパンパン、朝から飲むドクペが最高でした。95点。昨日はこんな晩御飯でした。長芋の豚バラ巻き、おいしい、ナスとかぼちゃの揚げ浸し、お味噌汁、ネギトロ丼。88点。昨日はこんな晩御飯でした。うどん、トゥルトゥルシコシコ、天ぷら、エビのかき揚げ、さつまいも天、ナス天、スマスマで昔キムタクが作ってたガーリックチャーハン。90点。昨日はこんな晩御飯でした。ポテトは L です。毎度おなじみビッグマック、パティは4枚、中毒性がヤバみん。 Always Coca Cola。 昨日はこんな晩御飯でした。お味噌汁、ナスの焼いたん、煮卵と煮豚、煮豚プルルン、煮卵美味しい、生卵、白米にぶっかけて最高。94点。昨日はこんな晩御飯でした。餃子とシューマイ、シューマイです、餃子です、キムチともやしナムル、長芋のソテー、厚揚げのソテー。ご飯3杯食べました。91点です。昨日はこんな晩御飯でした。トメイト、ガーリックシュリンプ、エビも美味しい、オクラ美味しい、マッサマンカレー。94点。昨日はこんな晩御飯でした。枝豆のおひたし、ナス、オクラ、切り干し大根の和え物、ボンゴレ、アサリラブ、アラビアータ、豚とじゃがいもの塩シチュー。92点。昨日はこんな晩御飯でした。お味噌汁、チヂミ、イカのごろ焼き、カツオのたたき、最高。ご飯3杯食べました。戻りガツオ旬です。96点。昨日はこんな晩御飯でした。お味噌汁、春雨、麻婆豆腐、美味しい、揚げ春巻き、エビ、生卵、ご飯にのせて混ぜ混ぜ、卵かけご飯。94点。昨日はこんな晩御飯でした。かきたま汁、もやしナムル、臭い炒め、たくあん、唐揚げ、梅酢唐揚げ、にんにく生姜唐揚げ、うまみん。ご飯3杯食べました。93点。昨日はこんな晩御飯でした。揚げ春巻き、美味しい、ナスのお味噌汁、ステーキです、私は牛肉が大好きです、ジューシー、アボカド、キャベツ炒め。ご飯3杯食べました。95点。昨日はこんな晩御飯でした。マスカット、フレッシュです、梨、ジューシー、柿、甘い、フルーツ最高。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしくは高評価低評価コメントいただけると好きがこぼれ落ちます。